皆さんこんにちは、沖縄キャンプの旅、中日なんですけど、今日は沖縄の競輪選手のアダニア君にちょっと美味しいとこを紹介してもらおうと思って、ちょっといいとこに来ました。じゃあちょっと紹介お願いします。はいはい、どうもこんにちは、アダニアです。ちょっと僕も YouTube やってて、チャンネル名はスパイダーマンになりたかった男という名前で、YouTube してます。ぜひよろしくお願いします。じゃあ今日はどこ？そうですね、はい、今日は沖縄で一番有名なステーキハウス、ジャッキーステーキに行きました。はい、マジですか。じゃあちょっとここですね。まあ来てるんですけど、そうですね。じゃあちょっと行ってみますか。はい、お願いします。行ってみましょう。はい、しばらく待って。気になったんですけど、この信号なんですか？これですね、ここ普段めちゃくちゃ並んで、すごい人気なお店なんで、ここに信号があるんですよね。これすごい人気な時はこの赤信号があって、まあ、ちょっとついてきたら黄色、青みたいな感じになります。なるほどなるほど。これで見て判断してみんなが行くんですね。はい、じゃあ今日は今空いてるから。そうですね、今日はまあ割かし空いてるんですね。はい、オッケーです、オッケー。じゃあ楽しみなんで行ってみますよ。そうですね、行ってみましょう。おすすめとか？おすすめはテンダーロインですね。ヒレ肉。ああ、ヒレ肉なんだ。これ？はい、沖縄の肉ってなんか赤身が多くて、こう脂っこくなくて、こうガサガサ食べるような感じ。サイズの肉？サイズは、L でいく。L でいく？はい。一番大きいです。なるほど。テンダーロイン。何にしますか？自分 L で。こういうのはちょっと最近芋だれするけん、年取って。あ、OK です。 S で、 L と S でどんなもんかと思った。あ、そうですね、L と S で、L 声です。僕はレアで。僕もこのレアで。はい、はい、あとはご飯かパンがやらない。ご飯で。ご飯で。はい、以上です。はい、 L と S のレアですね。一応コンテナもやってます。あ、なるほど、 OK です。あ、お土産ね。あ、超便利でしょ。そう、GoPro ね、おすすめ。じゃあちょっと待ってましょう。よし、じゃあスープからいただきます。これ好き嫌いありますね。ああ、あっさり。優しい。優しい味です。優しい。沖縄の人は昔からなんか飲んでる味っていうか、懐かしい味ってみんな好きだと思うんですけど、で県外の人はあんまり、まあ、好き嫌いありますね。テンダーロインステーキの L サイズの方です。はい、失礼いたします。テンダーロインステーキ S サイズですね。こちらも焼けたらいいように。すごい。これね、これはなかなか生だ。生なかなかだな。これ自分で焼いた方がいいんですよ。僕ら焼いたってこと。これちょっと、いやいやいや、すごいなこれ。だけど、あはは、めちゃめちゃ赤いね。いや、まあけど、男はね、赤いっていうのが自力で焼けるんです。はい、うわ、すごい、すごい、すごい。焼いて、美味しそう。まず塩で食って、あ、そうだな、これからない。なるほど。じゃあちょっと食ってみますか。ちょっと、そうですね、行っちゃってください。ちょっと行っちゃって、行っちゃってください。で、OK です。塩でいきましょう。塩でいく。やっぱ素材がいいから柔らかいですね。すぐやで、いただきます。うまい。めちゃめちゃ柔らかいですね。ヒレ肉ですか？あ、まあ、そうだな。じゃあ俺もちょっと、いいですか？ちょっといいですかね。すごい、ほぼだなこれ。あ、柔らかいです。柔らかい。塩、これ。あ、それ、こう、そうです。塩、まあ、どっちでもいいですよ。塩、こしょうでちょっと。
めちゃめちゃ美味しい。食べますけど。めちゃめちゃ美味しい。ペロッといけるなこれ。そうなんですよ。もうすぐいっちゃうんですよね。レモンタレするかなと思ったけど、これし、しないねこれ。そうそう。脂身が少ないんで、赤身で、はい。食べやすいですよね。これはもうトレーニングだと思う。おすすめなのこれ、はい、すごいよ。食べやすいし、めっちゃ柔らかい。柔らかい。うまい。もう切った瞬間わかりますね。うまい。じゃあ、最後は一口。L サイズだけど、ペロッといったね。結構、うん、いい感じですね。あ、俺も、うん、もう全部完食。早かったっすね。美味しかった、本当。いやいや、これちょっとまた次来た時も多分もうレギュラーじゃない。じゃあ次は、まあ、食べた後はちょっと彼のチャンネルにちょっともう一個面白い動画撮ろうと思うんで、僕はこの辺で失礼しようかなと思うんで、まあ、ちょっと彼のチャンネルも概要欄に貼っとくんで、ちょっと見てみたらお願いします。あ、これすごいわ、これ。これ楽しい。これさ、楽しい楽しい。